はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージです、では今回はパワプロ2018栄冠内の続きをやっていきましょう。まあ、残念ながらというかあっさりというか、前回のお届けした回では夏の地区大会予選2回戦敗退というね結果に終わってしまいましたんで、こっからはちょっとね、入れ替えていきましょう。まあ幸い中堅から落ちなかったので、まあまだいいかなという感じですね。合宿でね、もう飛躍的に伸ばしていきたいんで。あとは木曜日泊まりたいんだけどな、1を使いたかったんだけど1が入ってこないかな。やっぱり木曜日アイドルマスで練習効率を一気に上げてね勝負に出たかったんですが、誰も何も覚えないか。豊川が代打丸、まあ、代打丸よりはチャンスを上げてほしかったんだけどな。誰も何も覚えないか。いやー、なかなかに厳しいな。お、ただここあれか、強制で1で止まるんだ。アイドル止まれましたね。これは嬉しいや。ペッパーにすると赤に止まっちゃうんで、そしたらここは変化球投げ込みにしておきますか。さあ、この2年生1年生を鍛えていかなきゃいけないんで。豊川はどうだろう。これ見ると球速150キロまでもう目前まで来てるんで、戸田はコントロールだな。萩野、渋沢、1年生2人は急速アップ。村上はパワーだな。いや、弾道上げよう。藤沢も、いや、藤沢ミートだね。藤枝は弾道アップに変えていきます。で、今泉くんもミート上がってきたんで、ここからは総力へと切り替えていきましょう。漆原はミート D でしょ、宮脇もミート、泉田もミート、村瀬はどうしよう、パワーだな。で、梶川だな。パワーをまだ上げていく、上げていこう。通気はお任せになってるけど、これどうする、パワーだな。平山どうしよう、平山は困ったな。平山ミートにする。で、三谷はパワーだね。機動力野球を掲げながら機動力の練習誰もしていないっていう、すごいもったいないな。ちょっと変えましょう。やっぱり後で機動力野球に変えていかないと。とりあえずね、機動力野球にちょっと方針を戻しましょう。お、威圧感になりやがった。ありがたい。
さて、ここからちょっと慎重にいきましょうね。3で入って土曜日の青マスに止まって、この赤の連続を抜けていきましょうか。本当はね、本屋さんで本もらいたかったけどしょうがない。どうする？ OB のところ止まりたかったけど止まれそうにないな。しょうがない。いや、村上はミートでいいでしょう。さすがに藤枝もミート、藤沢、藤枝、まあこの辺りはいいかな。今泉は総力、漆原はミート、まあ1年生はね、ミートでいいと思います。2年生は軒並み足に変えていこう。足で勝つ、走り勝つチームにしていきたい。そういう思いで機動力野球に変えたはずなんで。秋の大会が始まるか。早いな。また春の甲子園から始めましょう。一から。まずは勝たないと話にならないからな。ちょっとセカンドが弱いけどしょうがないな。漆原くんを変えたいけど、漆原に代わるセカンドがいない。ここが中堅高校の層の厚さを露呈しちゃったかな。さあ、その漆原だ、頼むぞ。これはどう？セーフだね。いきなり2点ビハインドだからな。発揮してくれ、ラッキーボーイ。どうだ？ラッキーボーイだね。
ラッキーボーイ。いや、漆原に謝らないとダメだな。下げようとしてましたからね、漆原君。よし、これはポテンヒットになる。よし、ここは試合を決めに行こう。これはどうだ、ゲッツーだね。当たりが良かった分ゲッツーに仕留められちゃいましたけど、さてこの2点差なんとか守りきりたい。そうか、この豊川ってピッチャー自身全然知らないもんな、自分のチームのピッチャーを。四死球にシュート回転、脱三振リリース丸。なあ、なんとも言えないな。これそうなるとあんまりボール先行させたくないんで、打たせて取れで勝負していくしかないね。抜けていくけど、これは当たりがいいんで帰ってこれないだろう。よし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 、でへばってやがるな。うわー、インコース攻めたけどダメか、1点差だね。平山君、まあ、大した選手じゃなさそうには見えるけど、よし、ボテボテだ。OK。なんとか最少失点1点でしのぎましたね。まだ豊川投げてる？ここはじゃあ、ゲッツーで行きましょう。変化球で引っ掛けさせる。だー！ゲッツーシフトが良くなかったなー。もうこればっかりはね。裏目に出るかどうかわからないからしょうがないんですけど。で、4番の小笠原？これ小笠原さ、天性プロでしょ、これどう見ても。危険な香りしかしないな。これはガッツ小笠原だろう。なあ、抜かれた。これで同点タイムリーになるね。いやあ、ほんとずっちいなーって感じだよ。だあ、抜かれる。これは3点タイムリーになるか。いや、2点タイムリーだな。いやー、厳しいね、本当に。まあ、ただまだ2点差ですからね。ここでしっかり抑え込めれば、まだまだ6、7、8、9と4回攻撃残ってますからね。この4回の攻撃でしっかり返していこう。よし、抜けた。どう？これは当たりがちょっと弱いか。いや、タッチアップしてほしかったな。こんだけ遅い球だったらタッチアップできたでしょう。どう？これは抜けるぞ。
よし1点差、ワンアウトランナー三塁二塁で1番追記に戻ってきましたと。ゲッツーはないんでね、抜けていかないよな。くーでね、この投手がねちょっと苦手なんですよね。まあ、確かにいい投手ではないのかもしれないけど、結構な確率で打たれるからな。打たせて取ろう。で今日3安打の石毛か。よし、これは大丈夫でしょう。 OK。 で豊川もここで代打を送ろう。オッケー、うわー、当たりは良かったけどもっていう感じですかね。よし、いいボールだ。よし、覚えたパームボール、これは切れていきます。ちょっと待ってくれ、もうバテたのか、早くないか。さあ漆原、よし、あーダメか、当たりは良かったけど。で村瀬くん、よし、帰ってこれないよね、帰ってきてほしいけど。で追記、ここは犠牲フライディ、追いつこう。いやー、これは浅すぎるよ。ダメだー、まずいなー、これ1回戦敗退するぞ。戸田いいね。でもだー、やらかしやがった。戸田頼むぞ、抜けてく。いやー、なかなかだな。そして4番の小笠原、ここは敬遠だろう。小笠原とはちょっと勝負できない。うわ、デッドボールかよ。
いやー、ちょっと言葉をなくしてしまいましたが、5点差だな。まあ、5点差だったらね、本当にまだまだありますよ、ワンチャン。さあ梶川、威圧感持ちの梶川、頼むぞ。いやー、何とも言えないわ。そこそこに下がっちゃいましたね。いやー、何がいけなかったのか、ちょっとその反省からしてった方がいいのかな。まあ、機動力野球と言いつつ強振に頼っちゃったのが良くなかったよね。まずはなので、機動力野球をするんであればやっぱりミートで転がしていくっていうのが一番いいのかな。ちょっとそういう風に変えていきましょう。で、足を徹底的に鍛えていく。もうちょっとこの負のスパイラルに入っちゃってるからね、今。まずこの脱却から測っていかないと。よし、走力中心の練習メニューにほぼほぼ全員切り替わってますね。なんか1ばっかになってきてるな。いや、食事会入れて、練習休み入れてから、練習見直ししよう。いや、そうなると日曜日の特訓マスまで行ってからだな。いや、ここは座禅を組んで、スケジュール見直し入れた方がいいね。やっぱり特訓マスで特能を覚えたいので、広角打法頼むぞ。よし、平山が広角打法持ち。まあ何はともあれね、
ちょっと中堅に戻したいね、まずは高校の力を。さあドラフトだ、まあ、山谷とかがね、あのプロ入りは固いかなと思うんで、おお根岸ドヒー山谷、はい、というわけで3人のプロを3人をプロへ送り込むことができましたというところで、ちょっとね、現在のチームは中堅からそこそこにチームの評価が下がってしまったんですが、次回はねまた中堅に戻すために頑張っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。